こちらにありますのはタブレットです。でも今回我々はですね、これを車の鍵と仕立てて、使わせていただきます。今これをですねセンターコンソールに入れます。これによりですね車を認証しています。果たして私が正常なドライバーかどうかで、今車の中と連動してまして、ようやく鍵が解除されまして、でこのコックピットが使えるような状態になりました。認証できないタブレットです。これをですね車の中に持ち込みます。そうしますと車では認証できないんで、計器類がアクティベートできませんということで、これらをすべてコントロールしているのが車載サーバーですので、このようにですねセキュリティをしっかりと脅威からですね守っているという状況です。我々としてはですねセンターコンソールに置いたタブレットがですねスピードメーターの役割をしたり、それから後方のモニタリングも可能にします。サイドミラーの代わりにセンターにあるこの車載サーバーとセンターコンソールと連動してですねカメラをリプレイする形で実現します。あとはこちらにあるデバイスをですね全て車載サーバーでコントロールしながらセキュリティのアタックにも耐えるような形にしています。でこれは通常のナビゲーション、まあ、こちらは音楽コンテンツでも見れる。さらに富士通の面白い技術としてですね車の中のネットワークをビジュアル化するために作った資料ですけども、こういう車の中のネットワークをユーザーが見ることができます。あとは触覚センサーということで、ご用意しました。メインディスプレイの他にですねサブディスプレイということで、さまざまなタブレットを用いてですねいろんなコンテンツをドライバーにですね紹介できるようなことを考えております。